あまり普段そういうドラマを見たりとかしなかったんですけど、たまたま見てたドラマに坂東君出ていて、その時のなんか表情とか空気感とか何かまとっているものがなんかすごく自分の中で気になって、で、この話をいただいた時に改めて調べた時にその人物が坂東君ってことを知って、で深く彼を見ていくと興味深い人物だったので、撮りたいって思ったのが最初です。まあ一回あの場所に行ってもらって、はい。で、まあ、改めてだけど、そのストーリーとか、この流れはい。と、その登場人物坂東君の感じというかを、まあ、伝えてっていうのに時間かこうかなって思ってます。はい、わかりました。この企画に参加するっていうことが決まって、もう帰り道とかにどういう感じで撮ろうかって思って、で自分はフィクションの方が好きというか、物語を舞台に、まあ、俳優さんだし坂東君がそこの登場人物としていた方が楽しいって思っいいものができると思ったから、脚本というかどういう、内容のものを撮るかっていうので話を頭の中で考え始めたっていうのがまずスタートですね。基本的には、まあ、正面向くのと、こう、一点を、それが先で、とか、まあ、先の方で、まあ、プランは、まあ、どう頑張っても自分一人じゃできないな、こういうものはって、もう思ったタイミングで、まあ、協力者というかディレクターとかいつもこう一緒にお仕事してるような、方にお声がけして、でこういうことしたいんだけど一緒にこう組み立ててもらえますかみたいな話をして、徐々にこう肉付けしていったような流れです。体勢逆側、で遠くを見るように、めちゃくちゃいいっすね。最後めっちゃいいっすね。全身。撮影前に一回打ち合わせしたじゃないですか。で、その時に大体、ああこういう方なの、こういう人間なんだなっていうのは大体こうつかめて、もうその時点でもともと持ってた印象よりも本人が明るかったし、なんかこう、ポジティブな人だったので、これはうまくいくだろうなって思って、まあ、彼をこう信頼してたのもありつつ、あとそのチームというか撮影を一緒にしてくれたメンバーもこうそれぞれの持ち場というかで一生懸命打ち込んでやってたので、なんかそこに坂東君がメインでいるってよりも、もうみんななんかこう同列にというか一緒のこうものづくりメンバーの一員みたいな感じで、できてた印象ですね。何この現象？まあやっぱり俳優さんというかキャストの人はみんながこう気遣ってなんかこうテンション上げてみたいな感じのことはあると思うんですけど、そういう心配もなく、まあ、むしろもう先導して撮影を引っ張って、くれたなっていう感じですね。
やっぱり俳優さんのお顔をバシバシ映した方がやっぱりファンの人は喜ぶとは思いつつ、ただやっぱり一つの物語ではあるので、それをどうか心情とか環境とかその状況とかを挿絵を多く盛り込んで伝えていくっていう僕と宮添さんの思惑が、まつまったものになってます。もうにやけが止まんないですよ。いやもう本当にいい映画撮れてます。さっきのも脳裏に焼き付いてえ本当に泣いてた。いや本当感動して涙出てきちゃった。涙映ってたのどうなった。本当なんかこうシチュエーション与えてくれてるからすごく感情移入しやすかった。相棒に相棒がなんかね最後の別れに呼んでくれたんじゃねえかとか思って想像力やっぱり人の力ってすごいなって、終わって1週間ぐらいはずっと思ってて、っていうのも今まで自分が作ってきた作品とか作品集とかって、まあそのアブストラクトというか、あんまりこう人感を感じさせないような、まあなんて言うんでしょう、スナップとは違うですけど、こう一枚一枚何かあの物を撮ったり風景を撮ったりみたいなのもありつつ、そこに一部として人がいるぐらいの感じだったんですけど、今回は人がメインの作品にはなっていて、でそれをやっぱり見に来る人も作った僕らに関しても感動値が結構今までとは違うなって、種類が違うというか、で、パワーがあるなって思ったんですよね。なんかその見に来る人も自分たちも、まあ、こういう仕事はしてるもののこうちょっと引き気味な性格なので、人を作品でっていうのはあまり望んでやってはこなかったんですけど、これからちょっと興味が出てきたというか、チャレンジしたいなっても思ったし、それが感想です、ね。まあ、あと思い出で言うと、その撮影終わった後の帰り道というかロケバスの中ではもうなんかこう撮影も終わったし気を許したのか、ずっと僕ら2人で後ろでうるさく話してガヤガヤして、でいつの間にか都内に着いてるみたいな、あれはすごいいい思い出ですね。